稲船刑事は、日本のゲームクリエイター、キャラクターデザイナー、実業家。株式会社コンセプト代表取締役及び、株式会社レベル5コンセプト子大阪福州和田市出身。大阪デザイナー専門学校を卒業後、イラストレーターとして株式会社カプコンへ入社。初仕事は1987年のストリートファイターだった。その後まもなく、 ニンテンドーファミリーコンピュータ用ゲームソフトのプロジェクトに、き、ロックマンのキャラクターデザインを担当。その後、その2作品のキャラクターは、カプコンの中心的キャラクターとなり、稲船自身は、ロックマンシリーズのディレクションを担当するようになった。また、バイオハザードに、鬼武者、ロックマンエグゼシリーズのプロデュースも担当し、大ヒットを記録した。 エアーマンが倒せないをきっかけにロックマン級野望の復活で使用した素材をフリーで使用可能にするなどのサービスもいった。2010年には機体のゾンビ映画好きが講じ、プロデュースしたゾンビゲームデッドライジングにプロモーションの一環として映画カバネ病汚染デッドライジングを初監督した。2010年8月2日放送のカンブリア宮殿で紹介された車内の 企画会議において、どんな判断や、金、ドブに捨てる気かなど厳しい発言をした場面が、インターネット上などで話題となり、ドン・ハン・キンドブと略されて流行した。この後は、ネット流行後対象2010にノミネートされた。2010年11月に、カップコンを退社。同年12月に株式会社、コンセプトそして2011年1月株式。 会社インターセプトを設立し、両社の代表取締役に就任。著書、矛盾があるから、ヒットは、生まれる稲船流コンセプト仕事術や、どんな判断や、などを出版したほか、稲船塾の開校といった若者などの育成にも、取り組んでいる。海洋、ソウルサクリファイスでは、コンセプターを務める。2013年にはキックスターターで、マイティナンバー9を発表した。 株式会社コンセプトほとんどの作品のスタッフロールでイノフキング名義となっている。ありがとうございます。